どうも。時間になったのでやります。はい。時間になったのでやります。ともちん、寝つきは悪いかもだけど、落ちたときはすぐに眠りについてたよと。うん、あの、落ちたときは眠り以前に落ちてるんで。なるほどね。けど、今日いざ寝ようとしたら、あんま寝なかったっていう。なかなか。だから15分休憩短すぎるだろう。そう、ただ15分も30分も、なんか一瞬だね。一瞬。休憩って何？いやー、ちょっとね、きつい。ちょっと疲労感が溜まってきた。来ました。うん、あと6時間。うん、あと6時間。あと6時間。まああと6時間で収集か、一旦ね。うん、次のワンクールはちょっと休憩ちょっと多めにとって、俺メルマガとか書いて、うん、あの講義やるから。了解です。で、講義俺やったらケンちゃんやって、僕で休む。うん。疲れた。疲労感が半端ない。いや半端ないよマジで。あ、もうじゃあマカ行こうか。マカ行きますね。モイル野郎。はい、もうちょっとね疲労感がやばいので、モイルダブルで何、羊を虎になれ、狼になれ、狼になります。飲む栄養ドリンク間違ってる。でも絶対体に悪いよね。うん、なんか実際本当に元気になってたしさっき。いやあれはでも疲れだよ。疲れだよ。あ、でもこれインスタ撮ろう、せっかくだろ。ね、インスタ。いいかもしれない。インスタじゃなくてあれだ。これはインスタ、これインスタだよ。これまさかのインスタ。まさかのインスタ。燃える。インスタの間違った使い方。でもインスタはインスタでちょっと綺麗に。いや俺だってさ、バカなこと結構置いてるから、インスタはやっぱちょっとおしゃれな感じがいいかな。うん、だって他の媒体で結構やってるからさ、インスタもバカみたいな。結構やってるよ、フェイスブックも、バインも。バインはもう言わずもかな。そう。あ、じゃあこれじゃない。最初、すみません、ちょっと。あのバインバイン動画、バイン撮ります。まずね、ストーリー的にまあ元気じゃないって。でこうか、これか、これでなんかこう動かしたよね。うん、あでもカメラの方動かしてグワーっていうふうに。あ、こうか。あ、こうか。そうそうそう。すいませんね、ちょっとマイン動画作ってます。あ、こっから開けよう。はい、ケツから。ケツから。ケツから。ケツから狼よ。ケツから。ケツから狼。見えない。見えない。まさかの見えない。これ釣ると、これまさかの、うん、あ、粒付き、粒付きです。元気1と2をいけってか、これ燃える。いやーどうしよう。なんか2つこれ全部一緒にいったらもうなんかぶっ飛びそうだよね。でもお召し上がり。お召し上がり。あ、でも一緒に。そうそうだね。ドリンクと、うん、ヤロードリンク 300ml とヤロー粒、1袋4粒を目安に一緒にお飲みください。一緒に行こうか。じゃあ一緒に挑戦。しかもでもこれバラの匂い付きですよ。ああ、なんか絶対健康に悪そうだよね。あ、お、ここ取りましょうか。飲んでるところ取ればいい。ああ、あれカメラ俺になってる。はい、はい、ほら、うん、けはい、
終わっちゃう終わっちゃう、追いつか残りが少なすぎる飲んでまたこれがループだくたこれいいんじゃない逆にくた逆にそれでその後にもう一個動画上げて、うん、この残骸と、うん、残骸とと、クワーってあーだーそれに行こうかそれに行こういやこれあのツイッターでやりますまずじゃあもう一発ね撮りましょうかで、こちょっとどなんかうわーってって感じね。あれ。あこれでいこう。あちょっと取れてない。もう一回。もう一回ちょっともう一回行きましょう。あ、でもね、ちょっと熱くなってきたマジで、うん、で、移してあれ難しいな難しいななんだろうその今日何完全賢者タイムでもう一回じゃあなんか取れてないななんだろうあちょっと取りすぎたバイン動画こうやって作られておりますあー動画つまんねえなうんちょっとあれが少なすぎたこれが難しいなあ俺が鍵なのライチャー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 ライったとこからの賢者タイムそうそう賢者タイムはいちょっとで、俺が振るとあ一瞬行きましょうひどいひどいねこれひどいねこれひどい何よりすごいの見れてんの見てる人っていうねどうしひどいねだいぶひどかったねそっちのねそこれが YouTube にそのうち出るそうはい作成終了ツイッターでやってきましたフフフフ今何個動画あ37投稿だっておー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 あと3個で40件おお40倍あと3個このうち3個ちょっと作りたいね今のうちに今のうちに3個今何人見てんだ9人9人9人つまりさっきのあのひどい状態は9人しか見てない見てないでもだいぶ燃えてきたね
おお。だいぶ燃えてきた。多分これが効いてるのかもしれない。燃える。すごい匂いこれ。だってマカ5040ミリってすごそうだね。だって俺あれも今日飲んでるからね。あ、じゃあ2ついった。2つのあこれの残骸。あのマッサージ呼んだ時これ置いといてもらえませんか。これでいいじゃん。これパート2みたいな。パート2だね。誰も来てないよね。来てないね。すいません、今バインドが使ってます。あのチャットいただければ読み上げます。最後これ。これひどいね。ひどいね。こっちの絵ひどいね。こっちの絵ユーストの配信されてるがすごい。こっちの絵やばいね。ツイッターでつぶやきておきます。よし、できた。これは飲んでこうなってそうなるよっていう。すごいね。これマッサージ、この後マッサージ来る人がさ、うん、来て、うんうん、これ2本空いてるのもここにあったらビビる。ビビるね。多分ビビるでしょ。ビビる。ソリスギマッチョは甘い匂いがする。ソリスギマッチョは普通のなんかあれだね。うん。この野郎の男のサプリ感、うん、匂いもすごい、うん、それ結構ね、今燃えてきた。ハチミツ、マカエキス、ガラナ輸出物、唐辛子輸出物、マムシ輸出液、ロイヤルゼリー、揮発経費、ニンニクエキス、うん、どんだけ入ってんだよバカ野郎って感じじゃない。トンカット、カキ肉エキス、オットセイ。もうスポン。すごい。これすごい。野郎はすごいと思う。うん、野郎いっぱいいたよね。男のサプリ。いや俺マカでも8000ミリぐらいまで今日。あでもちょっと待って。マカこっちが5000入ってんのか。うん。こっち4000じゃん。そうそうそう。じゃあこっちで9000。うん、マカ9000。1万。今日マカ13000。これポックリいっちゃうね。多分これセットで。あ、じゃあこれ、あ、そうか、これセットで4000でしょ。こっち5000、マカちょっとこっちかで、こっちが、うん、4000、4000の5000。まあ1万超えだよ。マカ1万超えの摂取量です今日。あのそういうお店行った方がいいんじゃないですかね今日は。マカ1万超え。これはやばい。これやばいね。大丈夫かなってね。いやダメだと思う。やばい、なんかね、胃の中で今ね燃えたぎってるね。うわー。まあ頑張るよ。とりあえずあの配信中は正常でいてください。意識だけは。意識だけは。
別にしたくね、ちょっと水飲むね俺、はい、さすがにちょっと流さないとやばいかも流さないと、もうね、キャシーが元気になる分にはいいんだけど胃がおかしいのになるね、だってこれだけでもまあ普通にマカ4000とトンカットアリっていうのも入ってて、まあ、トンカットアリも結構取ってるよこれ今日。いやでもね、1000ミリの1000ミリも1個でいい、1個、うん、あ、はいはいはい、で1日に摂取する量じゃないよ多分日本飲むと、まあ十中八九だったらなんかトンカットアリっていう成分も、うん、5000ミリグラム入ってますからねこれ両方いってやばいな、かなりぶっ飛んでるね。やばい、ちょっとやばいな、命の危険を感じてきた、命の危険ああ。まあとりあえず安定のねこのぐらいの人数で、あ、じゃあこれ、あ、これの続きのバージョンをちょっとやろう普通に水を飲んで、あ、で、あ、そうで、あの、聖水を飲んで生き返るみたいな、あ、今死んだじゃん俺、だからこの聖水みたいな、で、俺が死んでる感じだからこうやって、あ、でもこう俺にこう、飲ませることできる、飲ませながらね、これ意味が、なんか飲ませながら、飲ませながらボタン押せる、あ、あ、いける行きやーす、どう？あのビビる。OK、 じゃあそれいいと。これひどいねこっち見てる方がで、むしろこれ見て、うん、レス入れてくれないことがつらい、うん、そうだねまあ視聴者数減らないからまあいいんじゃない、うん、よし、だいぶ取れてきたぞ、結構取ったね、うん、で100倍目指してましたから、そりゃそうだね、100倍、うん、まだちょっといっぱい取らんとかな、俺のツイッターの今どういう状態になってんだ、ツイッターのあそこ全部倍みたいなカオスすごいことになってそうだね、でしょでしょでしょ、あ、結構倍で埋め尽くされてきた、あ、完全に完全倍に汚染されてきたね全部あいいじゃん、おお、来たあれあ、これね、あれだよ、一人ぼっちだHa ha ha ha!
なんだろう、じわじわくる。じわじわか。リピートすると。超綺麗に並べてるし。ここでほとんど倍になってきたんじゃない？倍になる。うん。ただの甘水プロモーション。これひどい。これ結構いくね、これすごい。どこのやりすぎばあちゃんの CM ですか。もうツイッターが倍になる。この笑いが気になる方は、吉谷さんのツイッターを見てください。もうだいぶ倍で埋め尽くされる。だいぶひどい。倍に嵐だよ。このひどい動画が190フォロワーに拡散してるんですよ。しかもね、ここのね、撮ってる時の映像がこいつがやばいね。そう。完全アホを丸出してる。ひどいことになってる。呼んだ。天海さん呼んだ。天海プロモーションバインバンみたいな。バインバン。じゃあせっかく天海さん来たらまた撮ろう。天海重機。天海重機。天海重機どうやって撮ろうか。天海重機どうしようかな。天海重機どうやって撮ろうかな。天海重機どう。雨水重機をかっこよく撮る。どうだろう。おー、雨水重機をかっこよく撮る。雨水重機をかっこよく、うん、絵的には。こういう感じでこう、あ、これでいこう。まずこれでどう。ひどい。あ、これはちょっと微妙だな。これのがひどい。あ、こっちの絵が、こっちの絵のがひどいな。確かに。じゃ正しいヘルメットの使い方みたいな、なんかあるかな。これは、こっちの絵は微妙だった。真剣に倍音をやると無言になるっていうね、うん。
よし、以上。ついやかは何？ついやかね、っていうか、あの、今俺もちょっとね Facebook に上げたんだけど、そのうち上がってくると思う。バインのやつが、雨水樹液プレゼンツ、雨水樹液プレゼンツ、できた。とね、吉谷さんのツイキャスじゃねえや、ツイッターは結構アップできたな。今で5本ぐらい撮ったんじゃない？どう？バイン。やべえ、うちそんな広告料払えないっす。いいんですか？後で請求しちゃいますよ。じゃあ広告費払えない代わりに家を建ててもらうかな。無料で家を建ててもらう方法みたいな。すごいとこまで立ついね。そう、無料で家を建ててもらう方法、ひたすら甘み、あの、この雨水重機の宣伝をしまくるみたいな。雨水重機プレゼンツ1000本みたいな。1000本。吉谷さんのツイッター、普通に吉谷拓郎で検索すれば出てきます。本名でフルネーム出してるんで。うん、もうフルネーム、全部フルネーム、うん、あ、40までいった。おー、40度がいったね。ちなみに俺ハッシュタグつけて、うん、雨水重機出したんで、よっしゃー、今40個いったよ、40個。おー、あ、メール来た。お、ライフフット、こら。こら。わざわざそっちに送らんでいい。やめて。やってほしいんだろ、自分。誰ですか、これ。これ誰ですか。いじめだ。これ誰。いじめだ。みんないじめだ。こう YouTube に垂れ流されるからね、この映像。マジやめて。マジやめて。これどうしたの、これ。女の子を装いたかったの、これは。多分わかんない。なん、あ、僕あのゲイじゃないです。その時多分迷子かなんかの。迷子してたの。してた。それはマジ。人生の迷子してたの。まあそれは今でも変わらない。なるほど、ね、それは迷子っぷりは分かりますよね。そこからここで。そうだね、だいぶ迷子してる。俺も迷子してるかもしれないけど。もうね、あの、倍に自分の迷える、あの、記録をしとく。あの、倍にツイッターと連携すると、うん、何回のループって出る。ん、ほら、これ倍の方、342回の倍ループって。お、ほんとだ、すごいじゃん。そうそうそう、まあアカウント間違えてるんですけどね、俺連携する。取材カメラでタイプ。そう、あの、こっちじゃなくてこっちで連携しなきゃいけなかったのを。なるほどね、思いっきし間違えた。うん、連携切らなきゃ。いや、あと60本だよ。60倍。あと何時間のうちだ。あと17時半だから、今5時半でしょ。うん、あと4時間半あるか。おお、4時間半で60倍。60倍。頑張んないとな。きつ。ちょっときついね。だいぶネタ切れになってきたよ。うん、どうしようかな。あ、そうだ、こっち系やってないね、そういけば。ん、こっち系やってない。あー、定番のはずのこっち系やってないじゃん。今来てるかな。こっち系やってないな。ジョナサン、おお、結構かわいい、お疲れ様です。ジョナサンです。ジョナサン、お疲れ様です。
吉谷君にちょっと動画アップしてるんで、もしよかったら見てください、ジョナさん。はい、藤川さん、カステラ速報15時44分にケンちゃんの事務所に、うん、届いたみたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。カステラ速報、カステラ速報日安速報みたいな、うん、カステラ速報いいかもしれない。なんかよくわかんないけど、カステラ速報をまとめサイトよくね。何なんか覚えやすいじゃん、うん、覚えやすい。カステラ速報見たみたいな語呂はいいし、覚えやすい。カステラ速報、語呂いいね。中身はまあ割と何でもいける気がする、うん、ジョナさん、吉谷さんコスプレしたら面白そうです。あ、じゃあコスプレの動画リンク貼っときます晒しとこうか、うん、被害者が一人ただ一緒にコスしてるはずなのに、うん、吉谷さんのがあまりにも広すぎてあのコスプレしたことあるんですよ目がいかないなんだっけな、なんだっけ題名、ね、ハロウィン、ハロウィンだから許してね。あ、あります。コスプレした動画すでにジョナさんあります。入力しておきますね。コスプレ動画、コスプレ動画、はい、ジョナさんコスプレ動画を送っときましたので、コスプレを見たい場合はですねそちら見ていただければなと、すでにやっております。はい、まあクオリティとかは気にしてたみたい。追加画像あーあー、これは俺悪くない。吉谷さん山頂になってるしあ、ポコって入ってきた時だはい、ひどいやつですね。ひどいやつですね、これはキャスの悪意を感じる。はい、だいぶひどいね、これ。うん、別にそれはひどくなくするつもりはない、はい、俺はね。なるほどね。そうそうそう、キャスの悪意、うん、うん、あ、そうだ、あと動画撮らないと60分だからね。 すごいな、もうこの前で1300ループってどういうことじゃないいや、でも Facebook にシェアしたらもうちょっと伸びると思うけどね。いや、でも Facebook 結局リンクで飛んでこなきゃいけないんで、あ、そうなの。直接ループじゃないんですよ、うん、Twitter は直接ループだけど。あ、なんかいいねされた Twitter なんとかさんがいいねしました、バイン。これ多分ね、多分爆連すんじゃない、そのうち。ツイッター。フォロワー増えて。こいつバカだ、みたいな。あ、うん。ツイッター拡散ツイッター拡散。まさかの。こいつやべえ、みたいな。こいつ止めろ、みたいな。で、ツイッターの方には YouTube があるから、それで YouTube に流されると。で、誰かがまとめサイトを作るみたいな。誰、自分じゃない。自分じゃない。バインの変な人まとめサイト、うん、あ、ちょっと、あ、じゃあここをこうして、あ、ちょっと、こう、あ、これでいこう、これいい、この面白いかもしれない。あ、これはこれはこっちよりそっちの方が面白いよし、これいこう。もうツイッター全部ね、俺バインのみになるよいや結構大変だなこれ
あ、ケンジさん、いくつか RT 車と。ケンジさん、ありがとうございます。カリネコプロジェクト、藤川さん、カステラありがとうございます。ケンタは食べられないので事務所でみんなで美味しくいただきます。俺もカステラ大好きなんだけどな。ケンジさん、いくつか RT した。カリノコさん、了解しましたと。RT ってどういう意味？リツイート。リツイート。うん。ジョナさん、コスプレ見ましたけど、今度アニメキャラでお願いいたします。隣の女性は柔道の金メダリスト。面白い。すげえ柔道来たね、柔道柔道の金メダリスト、まさかのかもしれません、かもしれませんかもしれません。うん、まあいいや。お前はそこで食べ過ぎてるからダメー、キャッキャって。今柔道金メダリスト女子で検索したら、うん。ああなるほどね。ああ。なるほど。まあまあまあ優しくしたらこっちかなと。ああ。そうそうそう。なるほどね。だとしても柔道。だとしても柔道。だとしても柔道。まあね、バイン撮ってる時はね、ちょっとおとなしめにしてるので、ちなみにバインハッシュタグ使えるんで、まあ使ってみるといいかもしれないですね。人気動画とか関連動画と紐付けるとか、ハッシュタグ検索された時に一緒に上がるように。あ、ちなみに俺まあこっそり、ね、バイン今撮ったの Facebook と Twitter に上げてるんで、興味ある方は俺のも見てくれると嬉しいかも。カリネコプロジェクトはトマトジュースが待ってますよ。だトマトジュース飲めないってば。トマトジュースね。トマトジュースはオイラ飲めないよ。フォロワーっていうのは俺のことフォローしてる。フォローしてくれてる人。てかなんか通知がいくってこと？なんか俺が更新すると。通知入れてればかな。まあでも多分ほぼほぼいかないんで通知は。うん。よくツイッターよくわかんないんだよね。ほんとこのアカウント作ったの2011年だから4年前か。おお。で稼働してないっていう。前その作った時にちょっとオニッターとか、あーボットだっけ、ツイボットだっけ、うん、ツイートボット、なんかちょっとやって放置プレイみたいな。
今来てるかな、うん、やっぱ。うーん、今日のあなたに拒否権はない。わーしも今日のあなたに距離、うん、あの拒否権はないと。いやいやいや、根に持たないで。ねえって。あと何度だよ、ちょっと結構だいぶ溜まってるからね、ちょっとね。あ、あれ取ろう、ちょっとちょっと俺、もう今結構元気湧いてきたから、うん、あ、やろうが、やろうが、あのこれが腹筋するから、うん、腹筋してるところを、で腹筋で上がったら変顔するから、ほう、そこを取ってほしい。腹筋、この状態を取ればいいんですよ。で状態取ってカメラに向かって、うん、変顔するから。あ、俺押さえた方がいいじゃん。あ、そうだね。で、あ、じゃあこうこうこう、こうするとこれカメラに背を向けると。で、ああ、なんか違う、いろんなパターン取ればいいか。じゃあまずサングラスで、で、ここ映ってない、映ってる、映んないようにして、で俺映んないようにするとこれいいよ、中心が、中心、ほんと股間なんだけど、これでいこう、これでどう、これ、ああ、これいい、ああ、まあ良ければいいです。で、カメラできたらスッて上がればいい。うん、いきます。はい、ああ、それ途中で切る？あ、で切る、切ります。じゃあもう一回。もう一回ね。もう生配信中何をやってんだ。オッケーだと言って。はい。オッケーだと言って。オッケーです。どうぞ。で上がったら止めてもらって。うん、怪我しちゃうね。次はなんか、あ、サック、ちょっと待って、いっぱいあるね。よし、いっぱい。見てる人は何をやっているんだって思うよね、きっとね。よし、はい、どうぞ。うん、次は多分上まで来れないから、うん、最後なんか上にの顔だけ撮りましょうよ。一瞬で終わっちゃうんで。あ、そうだ。あとは最後ラスト自分のタイミングでいきます。あ、そうだ。これだか。これだか。よいしょ。全然関係ない話ですが、東京でおすすめのレンタルオフィスってありますか？多すぎてどこがいいか分かりません。レンタルオフィス、レンタルオフィス、東京でおすすめのレンタルオフィス、おすすめのレンタルオフィス、おすすめのレンタルオフィスか。オフィス、レンタルオフィスはそもそも借りたことないから。前借りてたけどスタッフに借りてもらってたから、俺はいや借りたことないから。一応ね、借り猫氏が、うん、拾ってくれてるんだけど。そう、どの辺の話でしょう。あ、借り猫さん詳しそうだね。うん、だ、場所によりけりになっちゃう部分があるんで、うん、ここがいいとかあれば。あー疲れてきた。あと何個だ、あと50個、50何個前か。ちょ、頑張ろう。100個結構遠いな。なんで言っちゃったんすか。いや、企画しなければさ、なんか面白い動画作ろうと思わなければさ、なんでもいいじゃん。でもやっぱちょっとさ、少しおもろいの作ろうと思うときちょっと考えるやん。うん、そ
そうなってくると、あ、これ開けそうだな。くるコロ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 、これいけんじゃね。お、秋葉原が近いといいですね。うちの方か。秋葉原が近いと、うん、あ、じゃあこれ仮猫さんにちょっと答えてもらいましょう。秋葉原なら、うん、じゃあこれを、うん、俺の画面をローラーしてみて。分かった。で、撮って あ、じゃあこれで俺がまず撮って、で、顔面ローラーみたいな。で、結構容赦なくいきますよ。いやいやいや、じゃあそれぐらいにしないとダメでしょ。で、あ、俺がここに座るから、こういう感じにして、で、こう取って普通に6秒までいっちゃっていいですか。怖いな、結構怖い。芸人さん大変だね。芸人さんだいぶ大変だよ。まず見てる方、何やってるかと思ったら、 今から吉谷さんの顔にコロコロします。ちょいちょいちょい、いいよ。いや、普通にして、うん、で、言いますよ、うん、普通にコロコロで6秒ケツまでいっちゃっていいですか。いきまーす。ひどい。もう、うちら遊んでる間、飼い猫さんがちゃんチョコさんちゃんと相手してくれ拾ってくれてるから。飼い猫さん、そうなると千代田区か中央区がおすすめです。うん、イメージ的にビジネス街なので良いと思います、ということで、うん、チョコスティックパンさん、ありがとうございます。100倍まであと50倍ぐらいです。頑張ります。とりあえず100倍にね、頑張んないと。だいぶ今日つぶやいてるよ。つぶやき加減がひどい。全部スクロールしたら、俺の倍みたいな。よし、とりあえずコロコロローラー使ったぞ。よいしょ。えい。あ、空気清浄機もいけんじゃない？空気清浄機？空気清浄機を、何するんですか？テーマが自分が臭いみたいな感じにして、そば通ったら動き出す的な。いや、ここ出てこないかな。プラズマクラスターだよ、ちょっと待って。あ、でもそんな出てこないもんね。なんか楽しんでません？カリネコさん、ありがとうございます。うん、うんとね、さっき吉谷さんの顔面にコロコロしてた。うん、ツイッター見ていただいてわかります。ジョナさん、カリネコさん、ありがとうございます。参考にさせていただきます、ということで。カリネコさん、ありがとうございます。まあ、うちらが拾えって話なんですけどね。いや、でも俺わかんないね、そのこっち系は。うん、すいません、こっち系はちょっとわかんないです。多分カリネコさんの方がめちゃめちゃ詳しいと思います、こっち系は。まあ間違いない。うん、どうしようかな、なんかないかな。まあ、あとこの後ね、この後23時以降もカリネコさんに会いたい方は、俺のキャスを見てくれるとカリネコさんに会えます。そうですね、顔は見れないけど、うん、カリネコさんはかなり弾丸トークをこうそうするので、そうそうそう、面白いと思います。どうしようかな。キャッキャ言ってましたね。人の顔面にコロコロやの楽しい。ド M か。ド S だね。ちょっとなんかない。あ、これきっとこれを見て下ネタしかろくに思い浮かばない俺は相当病んでるんだろうな。
どうしようかな、なんかあるかな。あ、カリネコさん、ジョナさん、千代田区なら、かん、外神田か内神田、中央区なら日本橋、茅場町、銀座あたりがおすすめですよ、キリッと。さすがです。さすが、さすが、さすが持ってますね。持ってる男は違う。僕もですね、持ってますよ。12本ぐらい持ってます。持ってるでしょ。持ってる。持ってるし、食べれますからね。ほら、食べれちゃう。あ、これでちょっと動画撮ろう。チョコスティックパンを食うけよ。あの、まずタバコを吸ってると見せかけてチョコスティックパンを吸って。ああ、いつものあれ。そうそうそう、あれ。じゃあちょっと、ちょっと待って。で、まず絵的には、うん、まず部位的にはここの灰皿を取って、で、灰皿を吸ってるぞみたいな。で、で、灰皿のところをお許しください。まあまあまあ、いかにもタバコ吸ってるぞみたいにして、うん、まあ、こんな感じで、ほいほいほい、はい、で、ちょっとここ V 取って、まあ、ここを V 取って、何秒ぐらい、3、2秒ぐらい、うん、で、あ、で、トンと、これいこうか。ああ、はいはい、で、サングラスを、サングラスで、で、で、体育座りして吸ってるみたいな。どう？ほうほうほう、絵的に。後ろから V、 後ろから V 手前行きましょうか。あ、いいね。最後入ったかな。完璧。まあ、ね、今撮ってる動画の模様は、吉谷さんがちょい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 、あの、フェイスブックと、あれ、フェイスブックにも上がって。いや、フェイスブックに上げると、えらいことになるから、ああ、ツイッターの方に今やってる。吉谷さんのツイッターの方に上がってます。吉谷さんのツイッターは、酒井健太のお説教&反省会放送。それ24時間のつれえな。あの、吉谷拓郎ってツイッターで検索すると出てきます、うん、感じで。いや、ゴーゴージャグラーさんにフォローされました。まさかのジャグラージャグラー、ゴーゴージャグラー、おお、ゴーゴージャグラーにフォローされた。ゴーゴージャグラーにフォローされたよ。じゃあ、これ、これゴーゴージャグラーさんにメッセージ送ろうか。え？あ、YouTube でゴーゴージャグラーのピカリないかな。いっぱいあると思う。あるかな。うん。あ、これ多分ね、フォローしてくれた人のために動画撮ったら面白くない？ないでしょ、なかなか。で、そもそもバインのそんなにないじゃん。うん、ない。これはでも取れそう、それだ。ピカリ。あ、きた。あ、これどうぞ、ピカピカった、ピカった、ピカった。で。いいんじゃない。じゃあゴーゴージャグラーちょっと撮りましょう。ゴーゴージャグラーさん、ありがとうございます。
で次ピリピリピリで取ってポンみたいな感じでいこうか。顔、うん、顔ピカピカリじゃなくて俺のピカリみたいな。あ、うん、これ難しいな。これどんな感じなのかな。でポッポッ、あ、やべあ、どうしようあ、じゃあこっちにして、まあそんな感じで結構おとなしめな配信時間になってるのかな多分。いいじゃん。あ、ダメだ、ちょっとこれいいかもしれない。いいけどああ、そこが短かった。短かった、ちょっとこう音がガコッとちゃんと言ってるっていう。そうそう、ちょっと もう一回取り直し。これでもいいな、これ今良かったよ。ああ、でもちょっともう一回撮ろう。頑張る人はこうやって撮ってるらしいです。今日これくだらないことを頑張ること大事だよねいやマジで。これでポッ、あ、なんだの、おジャグラフォンってなんだっけ。ガコッカ、ガコッカ、うん、まあ、基本はガッと。これは落としない、落としないか。コッコッとかコッ、多分チコって感じの音だ。チコ、うん、そう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 、チコ、ジュコでいこうか。ジュンコ、ジュンコ違う誰ジュコ、軽く放送事故起きてるけどジュコ、ジュコ、あ、ジュンコでいこうぜ。ジュンコ、ジュコ、違うね。ジュコ、ジュンコをイメージして、ジュコ、なんかね、ガコ、ガコか、うん、ガコ、ガコ、ガコ、カコカコ、よし、これいこう。カコ、ほんと皆さんすいませんあ、いいじゃん、いいじゃん、よくよく口でガコってあれ、ケンジさん、ゴーゴージャグラー俺だから無理せんでもいいよ今、ゴーゴージャグラーのやつ撮りましたからね、ちょっと見てください、ケンジさん、はい、ゴーゴージャグラーね。あ、ね、ここで、あの、米がね、入ってきてるんで、ん、コメントが入ってきてる。ペカではなく、ペカでは、それ俺ケンジさん、それ俺、ピカではなくペカではかん、か、あ、プチョボさんですかね。ジョナさん、なんとかニュース24の YouTube チャンネルは日本と海外ユーザーを意識して動画を作って面白いですよ。なんて読むのこれ、ロッキンニュース、ロケットニュース、あ、ロケ、あ、ロケットニュース有名ですよね。ロケットニュース知ってる？うん、俺知らない。知らないの、うん、ロケットニュースってまとめサイトがあってめちゃめちゃニュースあるんだけど、
そこすげえビュー数誇ってるけど、その要は世界の面白いやつをまとめてるんだけど、うん、海外用は海外用でまた何やってんだろうね。さすがジョナさん、ロケットニュースを知ってるとは。2ですね、無理せんでもいいよ、ゴーゴージャグラー俺だから。吉谷じゃん。天水さん、吉谷賞の始まりやねと。今ね、僕のツイッターどえらいことになってますからね。もう完全にネタに走ってる。46できた。おお、あと4個で50個、折り返し。あの、ケンジさん見てあげてください。結構頑張ったよね、撮り直ししたよね。うん、いろいろ結構頑張ってるんで、見てあげてください、お願いします。いや、100倍目指そう、マジで、100倍に。で、あのね、倍も実はメッセージが送れるっていう。あ、そうなんだ。そう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 。ともちゃん、誰だ新しいおもちゃの与えたのは。さあせん、俺です。だから結構すいませんって言ってる。いやー、でもね、こういうふうに面白く、これ面白くできるよということをね、これやってればね、みんなちょっとやってみようかなってなるかもしれないじゃないですかね。そう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 、いや本当はね、面白くやった方が継続できると思うんですよ。これ何動画ん、今何動画、今って何が、そう、これこれメッセージ動画、あ、メッセージ動画、これ何喋ればいいの。え、いや、これ受けて吉谷さんなんで。あ、そうなんだ。あ、テストみたいな。そう、あ、別に大丈夫、そこは。何も飾らなくて大丈夫。作らなくて。メッセージ動画っていうのがあるんだ。そう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 。ジョナさん、赤いタヌキをマサイ族に食べさせる動画が面白いですよと。へえ、ちょっと赤いタヌキをマサイ族に食べさせる、そんな動画があるんですよね。そんな動画があるんだ。あったあった、マサイ族ロケットニュース24。おお、わあ、ため、1101001000万10万回再生されてる。まあ、サイズが赤いキツネ。うまいうまいうまい。まあ編集の仕方うまいね。うん、マサイ族なんだ。というわけで今ね、ロケット TV をご覧になっているようでございます。でね、あの今ね、バインの方でメッセンジャー送ってみようかと思ったんですけど、あの相互フォローになってないとビデオメッセージは送れないらしいです。もしくはあの別に電話番号承認してあれば、まあ送ることはできるっぽいんですけど。で、隣はマサイ族、赤いキツネ&緑のタヌキ in ケニアをね、うん、見ております。なるほどね。ああ、やっぱロケットニュースさんってすごいね、ここまで行ってやっぱ取材してんだね。うん、あ、こういうのやりたいのおもろいじゃん、これ仕事になってんだよ。うん、つらそう。iPhone6 映画レベルのビデオブレ修正、日本最強の伝統だった。日本最大級のタイムラプスということで。バカだね。バカだね。これをこのレベルでやれば面白い。そう、面白いね。うん。
手ぶれを再現、うん、すげえちゃんとやってるね。あ、確かに手ぶれ収集補正できている、補正できている。おー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 おおすげえおすげえ、あセックスの話でした。なるほどね。ほんとくだらない。これ26、1、10、100、1000万、263,670回。おお。いやすごいです。ジョナさんありがとうございます。雨水さん、ツイッター配信だけと。はい、基本的にあのフェイスブックにシェアするとあのすごいことになるんで。とりあえずあのちょっとですね、あのフェイスブックのメッセンジャーでちょっとメッセージいただきまして、あの吉田屋さんのフェイスブックスパムなんでやめてくださいっていう。まあ見なきゃいいんですけど、まあそういうふうに言われたのでつい最近で、ちょっとねあまり投稿しすぎるとあれなんで、ツイッターから URL 拾えないから、バインフォローした、てかいいいいね来た。あ、はい、ということでありがとうございます。いや100万円ちょっと目指すのでね、ちょっと頑張んないと。やっぱ俺何の動画撮ろうと思ってたんだっけ、忘れちゃった、話したら忘れちゃった、何の動画撮ろうと、忘れちゃった、忘れちゃいました。割となんか適当に撮ればなんとかなりそうですけどね、まあ、適当に撮ればね、うん、まあでも1動画はちょっとせっかくさ、ちょっとなんだ、込めたいじゃん、ああ、すべてに。うん。うん。17ページ。そういうことね。そうそうそう、多分そういうことです。あの、悟る方でお願いします。何？なんか雨水さんがそういうことにわらわらわらってきた。どういうこと？まあ、ツイッターにあげた、あ、フェイスブックにあげたら大変なことになる。ああ、そうそうそう。まあ、そういうことですよね、多分ね。うん、あっちは大丈夫なんですか。何が？フェイスブックにツイッターなら問題ないか。あ、ツイッターはなんか、だってツイッター俺ね今まで全く稼働してないからさ、ツイッター俺がツイッターやってるっていうことすら知らないと思う。ほとんど動かしてなかった。ああ、だから突然じゃあポコッとやりだした。そうだから、そのまあツイッターはあるったけど、うん、基本的にそのなんだ、その YouTube でアップロードしたらお知らせとか、うん、まあ、それしかない。まあ基本お知らせしか飛んでなかったんで。そうそうそう、見たら、うん、でも Facebook の場合は俺コンテンツもやってたから、まあ、あ、うん、うん、まあまあ見る、うん、あのいいねしなくても見てる人結構いたり。うん、うん、なんかね、あのいいねするとちょっとちょっとっていう人も見たりする、見てますよみたいに結構言われて、あ、いつも Facebook 見てますよって、いいねしてないんだけど楽しそうですねみたいな感じでよく言われて、うん、でいいねとかコメントすると、俺にコメントするとどえらいことになるじゃん。下地さんにコメント、ああそういうことか。そうそう、なんかお知らせがバン、なんか、うん、あなたのコメントにたの欄にコメントがまた、うん、みたいなバーってお知らせが飛ぶじゃん。飛ぶ飛ぶ飛ぶ。あれは別にシステム的にどうってことないんですけどね。うん、うん、まあまあまあ。気にする人はまあ気にするから。そうそうそう、まあ言われたからね。ツイッターだけにしてくださいって言われた。ああ。やるんだったらツイッターにしてくださいって言われた。やるならツイッターにしろと。一応ね、あの100時間中はすげえ投稿するんで見ないでくださいと言っときます。見ないでください。あのうざいんだったら見ないでくださいっつって。まあまあまあ、いやそうじゃん、うん、見なきゃいいじゃん。で俺も一回24時間やった時、うん、あの1時間ごとに撮ってったんですよ、うんうんうん、そしたら次の日、うん、今日のニュースフィードお前だらけだって言われて数名に、うん、だからその後50時間から普通にたまに上げるだけにしてやんないようにした。やたら上がってくるんだけど、そう昨日の記事が。そうそうそう、俺もだから全国セミナー中ともやり合って、もう吉田、あ、チョコさんにも言えて、吉田さんのしか上がってこないんですけど、そうそうそう。そうなっちゃうからやらないようにしたんです。もう吉田ジャックみたいな。そう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 。だから今日でも
あのこのテンムスくれた人、女性の方にも言われた、うん、あのフェイスブックにログインすると吉谷さんしか出てこないんですけどって特に友達少ない人は特にそうなりやすいです。ああ、そっかそっか、うん、なるほどね、そういうことか。ただ多くてもいっぱいでもいっぱいいればいろんな人が出てくると思いきや、うん、その中でエッジが高い人がそれをやっちゃうと、うん、結局その人のどこばっかりになるっていう。ああ、そうなんだ。そう、へえ、なるほどね。まあ、結論どっちにせよジャックっていう、うん、あ、Facebook ジャックみたいな、うん、そう、いやでもね、これ倍はね、めちゃめちゃ簡単ですからね。ちょでも100本やんないとちょっとセミナーできないな100本できました言わないとあかんからな。で、100本でき次第セミナーだね100本作ってどうすんすかそっからで、そっから、まあ、動画100時間中に100本作りましたね言うてて、これやればもう結果として言えるでしょ。あ、100本作ったよと。そうそう、やってないのに言えないでしょ。まあまあ確かに。そう、うん、だから動画作るのは簡単ですと、うん、100時間ライブしながらも、うん、なんと僕は100本の動画作って、うん、しかもこの、じゃあこの100本の動画どうやって活用するのかっていうのを言えば。ああ、びっくりした、うん、そこがさっきなかったからそうそうそう、いやいや、それでだった方がいいよこの100本の動画をどうやって活用していけばいいのかっていうね。うん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 、うん、よかったいやいや、ちゃんとそこ話すよ、マーケティングの部分で、うん。さっき思いっきし100本あげたらセミナーできるやんえっていやいや、それは入りのキャッチなヘッドラインだよ。ヘッドライン100本あげましたねみたいな、本当でしょみたいな、うん、有言実行の男ですみたいな、入りで入りで入りで、そっからちゃんと話す。あ、うん、おおお、ちょっと待って、誰誰誰だ、誰誰誰、多分訪問販売だね。ああ、うん、え、あんな感じなんですか。うん、ちょっとうるさいとか、うん、うん、あ、営業だと思いますどうしよっか、次、なんかあるかな。なんかめっちゃ入ってる。あ、うん、億を稼ぐライティング講座見たかったですと。あー、ジョナさん、来年アップ予定です来年の今頃、来年、わかんないとりあえずアップはしますんで、ただちょっとだいぶ尺があるんで編集がまあこれの動画全部 YouTube にアップロードしますけど、うん、まあ結構ね、この億を稼ぐライティング講座はですね、天海さん見てるかな、あ、天海さん見てるかな、天海さん感想、あ、天海さんですね、 Facebook の方にあのコメント書いていただきました。あの、まあ、天海さんからですね、なんかライティングの方を教えてほしいっていう意見があったので、で講座やったんですよ。で、天海さんがめちゃめちゃ勉強になりましたねみたいなね、コメントいただきました。ジョナさん、この間買った19,300円で買ったライティング講座がだったので切れそうでしたいや、多分ね、多分その19,800円のライティング講座より僕の講座の方が多分いいこと言ってると思います多分いいこと言ってるのさっきの音は何だったんだと、ウルトラマンの音ですもうそろそろ時刻だよとタイムリミット切れるよと、そういう音です。あ、天海さん見てるよと、ありがとうございます。ありがとうございます。どうでしたか、ライティング講座。天海さんのためにこのね、ライティング講座、億を稼ぐライティング講座やってみたんですけど、まあ無料で公開できるのはほんの一部でしたけど、どうでしたでしょうか。ちょっとね、こっちの方にも少しなんか書いていただけると、あの僕のブランディングになるのでよろしくお願いしますここにちょっとね、その億を稼ぐライティング講座を聞いてみて、まあ自分がリクエストしたあれですからね、天水さんがリクエストあったから生まれた講座、もしなかったらあれ僕話してませんからね、うんうんうん、いや僕もうライティングなんて正直あの需要あんまないんですよ、ぶっちゃけあんまりないんですよ。だからネットビジネスを結構勉強して、うんうん、ライティングが重要だぞってなった状態にいかないとあんまないんで、そこって結構だいたいここまで行くまで挫折するんで確かにそうかもしれないね。だからライティングってあんま需要ないんですよね。
あの基本ネットビジネスの中で本当に使えるスキル、まあライティングもそうじゃないですか、スキルじゃないですか、スキルってあんま重要ないですよね。そうそう、スキル系って全然重要ないんですよ。そう、まあ、全然って言ったら語弊があるかもしれないですけど、そのスキルを覚えようとする人ほとんどいなくて、簡単にコピペなんですよ。うん、うん、以上。あのね、こうやったら金が降ってくるみたいなね。お。あ、人のコピーパクって自分のものにするこんな感じかな。うん、なるほどね。まあもうちょっといい感じの桜レビューが欲しかったな。すごい良かったですよ。そうそうそう。これからあれ頑張ります的な。そうそうそう。くそー。まあでもジョナさんでも結構いいこと言ってると思うんですけどね。これねカバーしようがないわこれ言われたら。いやまあまあ実は言うとね。はい、まあ。もう俺も HT の方の、はい、まあ、アフィリエーター登録してあるんで、うんうん、で、あの文章を元にしてたんですよ。あ、そうなんだ。いや、だって中身 いくら LP 見ても、うん、あの結局元の文章見ないとよく分かんないじゃないですか、うんうん、文章作ってたの誰ですか。文章作ってたのは、うん、いや、あそこの ASP は結構いろんな人作ってたから。ああ、うん、で、ん、で、ああ、そういうことね、それをパクってたってことね。うそうそう、もうそこをうまく持ってってこうとしたのに。なるほどね、なるほど。ああ、天海さん、確かにライティングってほんまに覚える人いないよねって。そうなんですよね、だから重要ないんですよ。うん、なかなか、だからライティングだからたまにいるんですよね、ライティング講座やってほしいとか、なんかやってほしいみたいにいるんですけど、まあ少ない少ないですよ。しかもこれね、面白いことで、以前ですね、うちの塾生さんに向けて、塾生さん限定で、僕あの、コピーライティング道場っていうのを昔、2年前ぐらいにやったことあるんですよ。で、それ、料金10万円いただいて、10万円いただいて1年間やったんですけど、まあ、誰もやんない。誰も書かない。だから、宿題をこう出してくださいみたいに言ったんですけど、最後誰も出さなくなりましたね、結論。12ヶ月後、誰も出さなくなりましたね。あだからね、書くっていうのがそもそもね、そのすごいことだっていうのはやっぱになんか認識してないし、書くのめんどくさいしってなっちゃうので書けないですね、多分ほとんどの人は。だから僕なんかは実際に書いてその売り上げを置くとか作ってきたので、どれだけ書くっていうことが重要なのかっていうのを理解してるので、そうなんですけど、じゃあその文章だけでなんか商品売ったことがないとか、セールスレター書いたことがないとか、そういう人だと多分その重要性が分かんないんでしょうね、うん、あ、天水さんごめんごめんって。、ジョナさん、マーケティングはパクれるけどライティングはパクれないような、いろんな人のコピーを見て自分でスパイスを加える感じでしたね。あ、ともちゃんも見ていただいてたんですね、ありがとうございます。あ、ジョナさん、ライティングはパクれないようなと。なるほど、これはね、動画見ていただけるとわかるかなと、僕の言いたいことが。まあ無料なんで、まあ全部話すとね、何時間になるんだっていう、ライティングが奥が深すぎるので、まあ1時間20分ぐらいお話しさせてもらったんですけど、まあ基礎の基礎というか、ここが大事だよっていうことをお話しさせていただきました。多分ね、そのがっちりやるってなると相当長くなると思います、うん、で相当長くなるんで、あのしんどいです多分。俺もそんな習ったわけじゃないですけどね、だから大切なのは、まあ大切なのは書いて反応を見るっていうことですね、まあそれしかないじゃないですか、それが全ての答えなので。まあ Facebook とかがすごく分かりやすくていいですよ、書いたものに対して反応が、だから自分が意図的に書いたものが反応が来るのかっていう、こう狙った通りにお客さんを誘導できてるかって重要なポイントですね。自分が書くで、これを書いて見せたことによってきっとこんな反応来るな、あ、その通りに反応来た、もうそれは自分のマーケティングにはまってるってことです。まあそれをやると、あの売れるステップメールとか書けますよ。なぜならば、このメールを書いたらお客さんはこう来る、このメールを書いたらお客さん、あ、そうだそうだ、コピーライティングって一回講座やったな、そうだそうだ、これもステップメールの書き方っていうのやったな昔。昔やった
ったんですけど、これ何個あるかな、何年前だな、若っしかもインしてるっていう。いくつですかこの時。これ2013年だから今2015年でしょ、うん、2年前ぐらいかな。あ、じゃあ今ウェブセミナー見てる、今ライブ放送見てる人だけにこの僕のやつ送りますよ。このステップメール講座っていうのもあるので、これライティングなので、これ結構まあまあ言ってると思いますね。何本もあるの、5本まであるの。これ結構これ濃いですよ、うん、これもう具体的なテクニック言ってるので、今日ゲリラライブで話した内容っていうのは、ゲリラじゃない100時間ライブで話した内容っていうのは本当に基礎というか、そこを話したので、このステップメール の仕組みを理解すると すごいと思います。これが何時間だ、1時間2時間、これ何時間だ、2時間3時間40分4時間6時間ぐらいあった最後ジャージ着てるけど、そうそう寒くなった。いやこれはねまとめた。ああ、うん、なんか まとめた。いやこれを公開した後に付け加えて別動画で撮った。ああ、てかそこの動画出すんすか。ん、何が、え、そこって、うん、何、いやこの動画まとめてるところって、うん、いやこれワードプレスにパスワードつけて今できるですよね、うん、ここのやつですよね。これは熟成のポータルサイトはこれは上げられないけど、うん、そうですよね。で HT マガジンの方に今パスつけて、でリンクかまして、こっちのブログに。じゃあ今ね、せっかくこれ本当ね、これ見て今リアルに見ていただいてる方限定です、うん、多分この映像っていうのは本当に限られた人しか、まあうちの塾生さんに、この映像っていうのは前うちがスマホアプリっていう商品を出してて、そのスマホアプリからリストを獲得した後、どうやってそのリストを獲得した後ステップメールで商品売っていけばいいのみたいな、要はリスト獲得した後、まあその話した時はスマホアプリからリストを取った後どういうふうにやんねんっていうことでお話ししましたけど、基本的にそのメールを書くステップメールを設定するっていう、まあ概念は一緒です。まあ YouTube からリストを取った後何、どういうステップメール書くのか、まあ Facebook でリストを取った後どういうふうにステップメール書くのか、まあ入りが違うだけでここの内容ってのは変わんないので、今ですね、お見せしちゃいましょうか、せっかくなんで。もうね、今見ていただいてる方限定ですよ、うん、これはね多分19,800円のジョナサン教材よりだいぶいいこと言ってると思いますよ6時間分ありますからね、6時間。じゃあこれ100時間ライブ限定ということでちょっとやっておきましょうか。100時間ライブ限定特典カテゴリー何にしようかな。相手の男飯相手の男飯なんかそうなんだよ、ね、あ、そしたら全く謎だね。そう男飯にしとこうか相手どういう特典あ、これね、フックでね。じゃあ今ですね、今作ってますのでお待ちください、うん、6時間分のライティング講座、これだいぶ濃いこと言ってますから、まあちょっとすいません、動画に関しては2年前の2013年の動画ですけど、だいぶ言ってます、だいぶね、うん、2015年、あ、まあいいや、これでそのままもうめんどくさいからこれいこう。いやー今見てる方ラッキーですね、うん、これはこれねプレミア映像ですよ、悪いですけどいろんな意味でだいぶプレミア映像しかも若いですから僕、ジャージをインしてるっていうジャージ19,800円の教材より多分いいこと言ってると思いますよ、うん、だいぶ、うん、まあ実際に僕が生でやってきたことですから、
ちょっとあそこに書き込むんで、ただもう今の時間を見てる人しか多分チャットで流れればもう見えなくなるんで、うん、本当こうちょっと見てる方だけですね。いやこれは本当にすごい。いやだって6時間ぐらいありますよマジで、うん、がっつり系です。だいぶがっつり系。これユーストで流してうちら寝てても、え何これユーストで流してうちら寝てられんじゃない6時間分あるからね。そう6時間分ぐらいあるから、ね、1日分の睡眠が取れますって言うからね。6時間分あるからね。ラッキー、今見てる人ラッキー、うん、僕が億を稼いできて、そのノウハウのステップメールの部分、テクニックの部分全部これね、全部かな、まあ6時間このセミナーに集約して話してる部分があるので、この仕組みを理解するとすごいですよ。すごいことになっちゃいますよ。ラッキー、ラッキーですね。今見ている方だいぶラッキーですよ。うん、本当ラッキーちゃんですよ。無料ですからね。これは今本当にうちのその50万ぐらいの塾に入っていただいている方だけに今は見せている動画です。だとそれ無料ですからね。大盤振る舞いじゃないですか。大盤振る舞いよ。今見てる人ラッキーだな。これはラッキーだな。いやこれはこれ本当にお得なんで、いや無料なんで、ね、無料でこれ見てて、まあうん、なんつうタイミングで、うん、まあでもこれはね、うん、視聴者さんからね、うん、先ほどですねジョナさんがですね1万9800円でライティング講座買ったけど、うん、微妙だったみたいな感じだったので、まあ、こちら見ていただいて比較、僕の無料とその19,800円のものを比較していただいて、まあ、どっちがいいのかっていうのをね、ちょっとジャッジしていただいて、で、これは、吉谷さんと、ありがとうございますっていうことだったら、ドイツからですね、ドイツからソーセージお願いします。ぜひ、ソーセージの方、よろしくお願いします。でも、生ものなんでね、送れるかどうかわかんないですけどね。もし19,800円よりこれは価値があったということであるならば、ドイツからの贈り物、食い物じゃなくても大丈夫です。何でもいいです。そのドイツから送ってもらったっていう証拠が欲しいので、うん、海外輸送みたいな、海外輸送みたいな、この伝票的なドイツからまさかのドイツみたいな、ついになんだよグローバルみたいな、米の次はじゃあドイツの米はないだろ。さすがにドイツって米作ってんのかな。さあドイツはパン、いや売ってるとは思うけどさ、うん、どうなんだろうね。ドイツから送られてきた何々みたいな、コシヒカリ、コシヒカリ、それ面白いね。でもドイツでコシヒカリみたいな、まさかの、まさかのちゃんとかあの日本語でひらがなでコシヒカリって書いてあるやつがドイツから送られてくる。なるほどね。なるほど。ジョナサン狙ったなこれ。いや僕もねプレゼント狙ってますからね。ドイツからの、ドイツからの、ドイツからのプレゼント狙ってる。ああもう買っちゃったんですね。なるほど。結構良くないですか、買う前に言えよ的な。ああ、まあそうだね、うん、まあでももう、まあでもまあこのライブを見ていただいてるから、うん、まあまあまあそれがきっかけでね、今これライブ、まあそうですね、今これライブ見てないとこれはゲットできないですからね、うん、これは本当に今のユーストのこっちにパスワードとリンク載せますけど、流れるんでコメントくればずっとは多分公開されないと思います。って言った途端みんなコメントしなくなる。まさかまさかのまさかのコメントしないみたいな。その時うちらが別赤で入って流せば、ね、流すんです。どうしようかな。あ、これにしよう。100にしとか、100、
なんか面白い100倍あ100倍 あ、それいこう100倍これってあのローマ字これパッといける VINE っすね。あ、VINE そうだね。これバイン、うん、VA いらない、v、あ、これで、最後に E、 E これでいい。ほんとね、漢字は英語わかんないよね。これか。それワードプレスってこの英語もいけたっけ。あのパスワード設定いけるんじゃないかな、確か。いける。いけんのかな。お数字ですか。パスワードしたことないからさ。ああ英語っていけんのかな。お、いけたか。いけたはず。そうだって、うちの塾のやつも。あ、そうなんだ。うん、まあ、あのパスワードと ID の方にしてあるんですけど、うん、確か、うん、それもやったんで俺これね、男飯シリーズだもんね男飯、これをぶち込む男飯、4、5、6、7、8。あ、これ、あ、動画ちっちゃくしちゃったな。もうちょいマジよ。これ動画大きくできるな、うん、これじゃないな。これ、640、360か。640、あ、これちょっとね、見てぜひ勉強してください。うんうん、スマホとかでね、あの音声だけ流してイヤホンで聞いてるとかいくらでもできると思うんで、うん、まあ、これはですね、まず10万円のウェブスクールに入っていただいた方に特別講義して、でプラスもう他の塾 あの50万ぐらいの塾の人に特別に公開したやつです。まあ本当にね、60万ぐらいじゃないと聞けない話ですからね。ラッキー、うん、これ全部覚えれば、うん、覚えたら書けますか、文章は。いや、そのどういう仕組みでステップメールを書けばいいのかっていうのが分かるはず、うん、これ見れば。まあ基本的にそのコピーっていうのは人の文章を真似るのが、うん、もうどうあがいてもそれだから、まあ、そうですね。でもどういう仕組みでやればいいのか、仕組みの部分だよね、うん、仕組み構築の部分だよね。どうやってステップメール構築するのみたいな。ケンちゃんが好きなところだ仕組みの部分。仕組み構築は楽しいっす、うん、人の心もてあそぶじゃないけど。いや、ほんと、いや、でもそれやったらこれができる人。だからもうあの手の中で踊らせるってお客さん。あ、いや、ほんとそうだよ。手の中にね、お客さんが踊るっていう。ステップメールを、だって俺ステップ、昔はさ、だって動画なかったからさ、そうですね、ステップメールだけで売ってきてたからさ、うん、だからメールでどうやってお客さんの感情をつかんでどうやってんのかみたいなね、そこの、うん、ところも全部言ってる。まあ基本的なステップメールって最初絶対的に自己紹介が来るじゃないですか、うんうん、あれもなんか妙にでもテンプレ化してないですから、最近見てると。ああ、なるほどね。みんな言ってることが同じになってきて、まあ、あ、まあそこの部分も言ってる言ってる、うんうん、でそこでじゃあ何を伝えないといけないのかみたいなことも言ってるかな。で 100% メールをあのクリックされるっていうか 100% の開封率の、あー、メールの出し方みたいなのも言ってます。動画がいても 100% 開封する。今開封率少ないじゃないですか。開封率 100% のメールで、その 100%、開封されるメールの、でそのメールの中でどういうメールを書けばいいのかみたいなことで言ってます。ラッキーですね。これは本当にラッキーだと思う、うん、純粋に。なるほど、分かりました。ドイツから何か送りますありがとうございます。天水さん、ありがたや、ありがたや。なるほど。ジョナさん、ね、おお、さすがと。英語圏のコピーライティングの本とか訳するとプロジェクトに参加しまいました。そういえばと。うん、天宮さん、僕はコピーイコールマーケティングだと思ってるんですよね。なるほど。まあそうですね、コピー一番大事なんで、
まあ、コピーの重要性に気づいてるってことは素晴らしいと思います。なかなかそこみんな気づかないし、気づいたとしてもやらないですから、正直ぶっちゃけめんどくさいんで、めんどくさい、基本人間ってめんどくさいことやんないんで。で、すごいっすよね、あのこれよく考えたらめちゃめちゃはちゃめちゃなことやってる気がする。まあね、普通じゃ、うん、まあでも100時間見てもらってるからね、うん、いやついでにだって動画はコピーライティングですよね、うん、突っ込んでるところが男飯じゃないですか。あでパスが100バインって全く関連性がないユーストのチャットの方に送りました。まあ絶対意味わかんないだろうね。はい、 OK です。はい、ではですね、多分見たい、こんだけ煽っとけば見たいと思いますので1時間ほど休憩したいかなと思います。だいぶ煽ったよね。だいぶ煽りましたね。でもこれは本当に見てください、マジで。まあでも見たらね、6時間あるので、うん、まあ100時間ライブ見れなくなってしまう。ああ、ジョナサン、誰もやらないならやったもん勝ちですね、うん、おっしゃる通りですね。はい、どんどんコメントお願いします。どんどん流れるんで、これ流れるんでね。でもちょっと古い映像です。2013年です、はい、あのと撮影したのが。だから僕もね、多分まあジャージをインしてるんでね。インしてます。なんでインしちゃったんだろう。いやでも昔からインすんねん。だからお腹あの冷えるから、うん、インしてる。そう、なんか今のカットが七星さんに似てる。あ、そう。はい、はい、よし、OK。じゃあ休憩しようか、僕たちは。ウィ、まあ、これで結構別に休憩しててもいいんじゃないですか。だいぶあるし、ラッキーですね。ラッキーですね。60万円分が無料、うんうん。あ、もうなんかもう減ってる。ついに行ったの。行った。行ったのか。行った。行った。よし見よう。ではですね、続きは19時。あ、19時は早いわ。あ、ジョナサンありがとうございます。そしてドイツからのプレゼント期待してもらいます。コシヒカリ。まああの本当に動画見てよかったなと思ったら送ってください。はい、動画見てよかったなと。これ19,800円よりちょっと価値あるんじゃないかなと。これなかなかいいの聞いたぞってなれば、うん、はい、そのお気持ちをですね形にしていただきましてよろしくお願いします。絶対いいっすよねこれは。うん、まあだいぶいいこと言ってると思います。とりあえず俺は絶対いいって言えます。はい、うん、あ、 YA さん、ライティングは確かに難しい、続かない、ダイレクト出版の本を読んだりしましたが、うん、そうなんですよ。結局勉強しても、例えばライティングに重要だって気づいて勉強し始めても、まあ大抵は書けないんですよ、めんどくさいから。はい、以上です。あとは本当にやるかやらないかです。、うん、やったら奥です、奥ですよ。極めるとですよ。だって又吉さんってもう億万長者に なってんじゃないか。億万長者まで行ってないですけど、直木賞だっけ、うん、なんだっけ、なんとか賞、芥川賞だ。又吉さんだって芸人で芥川賞、火花だっけ、火花、あ、撮ったんですよ、うん、小説書いて出して芥川賞、まあ、あれで多分すごいことになったと思います。相当すごいよね、あれのおかげで。多分仕事もめっちゃ増えたし、うん、だよね、多分増えたと思う、うん、あれの印税も超入るし、あれがきっかけで仕事も多分いろんな雑誌の連載が始まったりとか、うん、多分して仕事もバンって増えて、多分生涯賃金で言うならば1億ぐらいはあれで儲けたんじゃないですか、うん、もけてね、多分結構言ってるはず、言ってる言ってる。だからそれは書くか書かないかじゃないですか。だから基本的に書くって、インターネットをしてたら
ツイッターでもフェイスブックでもブログでもメルマガでも書くっていうなんだやつ必要じゃないですか。もちろんね動画でも今表現できますけど、やっぱ書くっていうのはね、まあ、全部動画はきついのでフェイスブック全部動画どうですか、うん、全部フェイスブック写真、まあまあまあそういうブランディングだとあれですけど、やっぱ文章とは向き合わないといけないので、うん、これ書けるか書けないかで大きな差だと思う、僕は思ってます、うん、で大体ネットビジネスで稼いでるほとんどの人は書けますから、書けるんです、うん、はい、あと文章がうさんくさくなります。なるほどね。ああ、はい、まあ動画見てくださいなんでうさんくさくなっちゃうかって、最近のやつをお手本にしちゃうと、うん、多分結構うさんくさくなっちゃう可能性があります、ね、ああなるほどね。そう、最近って結構そう、今のわかりました、わかりました。あーそれか、これ見てください、これこれはねうさんくさくないですよ。あのねこう僕のねドツボなんですけどこれね俺ドツボはあるんですけど、どれだっけな、ドツボ、これいきますよ、いっちゃいますよ、いいんですか、ドツボ。飛び出すな生死は急に止まれないどうですか、うさんくさいですか、事実ですよね力技いやこれ最強じゃん。俺これ見た時にマジ本屋で立ち読みちょっとして自分で大爆笑したもん。効率やべえって君まろさん天才だなと思って。いやこれねやばいですよ、これはやばい。これうさんくさくないですからね、金丸さんはもう大爆笑ですよ、中高年の大爆笑を得てるわけですよこれね。うさんくさいとかじゃなくてもう笑いの渦ですよでもこれコピーですからね、コピーを読み上げてるかどうかですからね。原稿を金丸さんはノートにめちゃめちゃこれを書いてたわけですよ、この原稿を、うん、コピーですよね。はい、ということで今ライブ見ていただいている方、どんどん視聴者数減って多分いっちゃってるんじゃないですかね。あんだけ60万が無料ですからね、60万が無料だいぶ煽ってますね、うん、ということで20時からやりたいと思います。20時から再開します。わらわらわら爽やかと爽やかじゃあ20時から再開しますので、見たい方は見ていただいて、まあ、6時間ありますんで、さっきのやつは、うん、はい、以上です。20時から再開ということでお疲れ様でした。